皆さんこんにちは。こんにちは。神崎です。今日はここでクワガタ採集をしたいと思います。嘘。ではなく、なんとね、サーリーさんの友達の家に来ております。はい。なんとこの岩の裏にトカゲがいるということなんで。あれ？はい。いるの？いるということなので、うん、まあね、トカゲの卵は結構出てきちゃうらしくて。うんうん、まあ、庭作ったりするときにね、庭を作るときに結構どかすらしいんで、うん、まあ、せっかくなんでね、僕爬虫類飼ってるんで、うん、まあ、日本トカゲも一応飼ってるんですけど、まあ、卵から育ててみたいなって思ってたんで、うん、ちょうどいい機会に、まあ、そうですね、何個か拝借したいと、まあ、かわいそうだけどしたいと思います。はい、それではひっくり返してみます。どうぞ。これこういうね、薄いやつの裏によくいるよね。いないっすね。いないっすね。はずれ。はずれました。次。いないね。そうにないですね。これは動かないな。いません。いません。ちょっとこれをどかしといて。でもこれいそうな、いたかとかな、空間がここにあるね。あるね。トカゲとかが、ん？冬眠じゃ、冬眠とかもするけどね。うん、いた後はこういう風になってることが多いさ。穴？うん。こういうね、ところあんまいないな。重い感じ？違う。このなんだろう、地表に近いじゃん。うんうん、温度変化とかすごいからさ、温度変化つけちゃダメなんだ。うん、環境変化が多い場所はあんまり。いませんね。お団子がいるね。庭がきれいに手入れされすぎてるから、ちょっとあんまいない、個人的なあれだといない感じかなと思うけど、こういう庭でもいつもいるって言ってるよ、ね、言ってたね。さあ、いませんね。いません。これだ、これだ、これだ。あった！あった！ほんまや！今なんか誰かいた。いた？今誰かいたよ。めっちゃあるやん、トカゲの卵。うん、あ、めっちゃあるじゃん。すげえ。今ね、トカゲみたいなのいた。あ、そうそう、まあ、多分中に隠れた。うん、隠れちゃった。もうちょっと中にもあるよ、中。これめっちゃ出るもん。すげえ、ほんとだ、言った通りだ。え、これ1個目？1個目、1個目です。すごい、恐竜の卵みたいだ ね。あ、確かに確かに。私わかんなくて、去年めっちゃ捨てたもん。かわいそう。捨てられちゃった。やりました、やりました。あ、やりました。あ、枠さんが映りました。あ、ちょっと、ごめん、ちょっと、潰れちゃう、潰れちゃう、潰れちゃう。あ、めっちゃ、あ、いる、トカゲもいる。潰れちゃう、潰れちゃう。潰れないら。あ、いる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 。映ってる？え、これ持って？見えない。潰れたやつをこれ持ってあげたら。じゃあ一緒に持ってばいいじゃん。一緒に。あ、見てる見てる。あら、こんにちは。危ない。いる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 。うわ、色がすごい。見たことない色してる。こんにちは。え、これ何かな、トカゲ。飼いたい？綺麗だね。かわいそうだけど、かわいそうだから飼わないって。え、これすごい、見たことない、この模様、背中の模様とかさ、肉のつき方。姉ちゃん家にいるやつかな。いや、優しい色してるね。優しい、優しい色してる。この土のおかげかな。トカゲのメスがこうやって卵をよく守ってるんですよ。うん、へー、動かないんだ。そう、結構ね、守ってる。え、逃げないね、珍しい。かわいい、びっくりしてる。うん、うん、なんかさ、人間みたいな顔するよね。びっくりした時にさ。そうだね。どうしていいか分かんないのかな、卵守りたいけど逃げたいけどみたいな感じかな。うん、私的に出る。すごいね、すごい、すごいです。これは、この環境を守っていきたいです、僕は。人んちで。人んちですけど。ちょっと餌あげに毎日これから。毎日買うやろ。かわいそうに。すんげえ。じゃあとりあえず、じゃあここの卵をね、持ってこうかね。そっちなんだ。そう、こっちこっちね。こっちはなんか放棄されてるっぽいんで。とりあえず
これからご飯を食べるんで、その後にまたここに取りに来るんで、ま、取りに来るっていうほどの距離じゃないけどね。この辺ね、この辺のやつを、うん、ちょっともらって帰ろうかな。はい、ちょっと拝借、うん、でこいつらちょっとかわいそうだから上に蓋つけといてあげて、うんうん、そういう感じにしておきます。いやー、バーベキューも済んだことだし、これからトカゲちゃんの卵を回収したいと思います。ではお願いします。そのペンは何でしょう、はい、これはルネッサンスってやるためのペンではなく、ペンを聞いてるんだけどこれこっちじゃない、うん、このペンは何に使うかというと、トカゲの卵はまあ産み終わってからその上下と上下を逆さまにしちゃうと卵が生まれなくなっちゃうんで、孵化しなくなっちゃ、はい、なってしまいます。はい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 、まあそ ので、ね、孵化をするために上下をひっくり返さないようにここに印をつけて入れて持って帰れば、まあ、転がさずに済むということで、それを上にして、はい、そういうことです。印をポンってチョンってポンチョンってポンチョンポンパンってこう、はい、マジックで点をつけてそこを上にしてこんな風に入れるということです。おつけ、わかりましたか。はい、それでは実践したいと思います。お願いします。ではあれ、なくなってる。え、移動した。卵運んだんだ。すごい。これ何、なめくじ。なめくじ。え、じゃあここの下もダメかな。さすがにそっちまで移動しないんじゃない。あ、いなくなってるし、今移動させてるのかな。うん、してる途中っぽい。そうだ。え、じゃあ卵変わってるやん、もむき。こいつらを、あ、じゃあまずこの3つをこうやって、あ、ありがとうございます。そんなちょこっとな点でわかる。うん、うん、あ、3つですね。3つ、とりあえず3つ入れて、あと1個、あと1個ここにあるんで、じゃあこれも。でも卵見っけられたら位置変えるんですね、親って。ねえ、すごい。すごい、ね、ちょっとそうなのかもしれない。もう一回マジック借ります。あざっす。あの玉がいいね、あの玉がすごいね。ピンチだってなったのかな。ねえ、ねえ、やべえぞせっかく隠したのに、うん、確かに日陰にしたのに、ね、人の手に触れちゃうとダメなのかな。うーん、やっぱ見つけられたら変えるんだね、親ってすごいわ。よし、じゃあこれをこの4つをとりあえずもらってって。そっちの穴にいるのかな。ん、そう、あ、ね、掘ったっぽいよね、こっち隠した、またすごいな一応これ塞いどっか。もともとの石あれだけどあれちょっと動かせられないな。あれはいい。よいしょ、じゃあこういう感じで。ここ見たい。え、そこ移動してるかな。ああ、そっかそっか。犬主さんがそう、ちょっと気になり始めた、こちらを。これはトカゲを飼うことに。こっちですね、ちょっとこれを。さあ、さっき卵あったんですよ、ここにも。そうだね。どうだ、あ、いた。あ、いるいる、ここにいた。そうだね。どうだ。でも、さっきより深くなってるね。卵もさっき見え、もっと、同じ、あ、同じ。でも今頭見えたよね。顔見た。見た？分かんなかった。トカゲが顔出してた、うん、やっぱ親がこうやって守ってるんだよ。えらいです。さよなら。さよなら。さよならよ。さよなら。はいよ。まあ、これが生まれた頃にまた動画アップしてみたいと思います。はい、それではまた来週。 See you again。